ジオ放送。はい、今日集まっていただいたのは皆さんにラジオパーソナリティをお願いするためなんです。即断即決だけど、あんたは何をするのか分かって言ってんの？分かってなさそうね。ペコリーヌ様、ラジオというのは通信魔法の一種だったかと。ですが、パーソナリティ、聞き慣れない言葉でございますね。食べ物ではなさそうですが、どんなものなのでしょうか。コッコロちゃん、いい質問ですね。ラジオは広い地域に声を届ける通信魔法。パーソナリティっていうのはラジオで情報を伝える人のことです。実は少し前から王宮とギルド管理協会で協力して国営ラジオをお届けする準備をしてたんですよ。この度ようやく準備が整ったというわけです。普段はランドソルのいろんなニュースやグルメ案内、緊急時には避難情報のアナウンスなんかもできちゃう万能の通信魔法。やばいですね。ペコリーヌ、あんたちゃんと仕事してたのね。もうキャルちゃんたら、ちゃんとお仕事してますよ。ラジオの設備はクレジッタさんが頑張って手配してくれました。それで私たちトインクルウィッシュと美食殿のみんな、それにアルターメイデンのお三方ですね。リリ様、クリア様、そしてプレシア様です。はじめまして、アルターメイデンのリリと申します。まだまだ新米冒険者ですが、勇往邁進の心で修行しております。どうぞよろしくお願いいたします。トゥインクルウィッシュの皆様。クリアです、よろしくお願いします皆さん。あれ、プレシアちゃん、リュイさんが気になるの？匂い、おいしさ。私、もしかしてさっきギルドハウスで料理したから？いい匂いがするのかもね。ユイは料理が得意なんだ。少し前に彼にも可愛いお弁当を作って手渡していたし、あの時はデザートがプリンだったらしいね。へえ、そうなんですね。よかったら今度一緒にお料理しませんか？リリちゃんもお兄さん好みの味を教わるいい機会かもですよ。ユイ様、厚かましいとは重々承知しておりますが、今度お料理を見学させていただいても良いでしょうか？それはもちろん、私でよければぜひ。いいなあ、私も手伝うよ。バレンタインも近いし、チョコ作りなんかもいいんじゃない？なんならユイちゃんのお料理教室ラジオで流しちゃうとか。ひよりちゃん、名案です。コッコロちゃんもお料理が得意ですし、美味しいものの情報も皆さんにお伝えしていきたいですね。私は聞き役に徹するつもりだよ。それでもいいなら。味見プレシアちゃん、プレシアちゃん、お料理以外にもきっといろんな話題を発信するんですよ、こういう時って。ですよね、お兄さん。そうと決まれば早速準備していきますよ。ちょっとアホリーヌ、私はまだやるって言ってないんだけど。っていうか、国の事業だってのに報酬とかないの？ご心配なく、これはギルド管理協会からの正式な依頼です。ちゃんと報酬もありますよ。
もう契約書にサインもしてあります。こら、勝手にサインするんじゃないわよ。返事を聞いてからにしなさいよ。報酬が出るの？とりあえずはいいけど。私も百節不当、皆様の足を引っ張らぬよう取り組ませていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。兄様、皆様。うんうん、皆さんやる気ですね。じゃあ早速明日から15日間、題してランドセルアワーオンエア